おはようございます。あと結婚して花火ありがとう。かわいい金魚もありがとう。おはようございます。中村舞です。現在朝の7時36分です。おはよう。眠たいです。あと誰もありがとう。すごい、めっちゃ花火ありがとう。今日はねライブです。眠すぎ、泣いちゃいそう。今日8、あ、8時じゃない、今日日曜日だっけ、あれ何曜日だっけ、もう曜日感覚も分かりません。日曜日か。めっちゃ眠、なんか日本でも眠いんですけど、なんかマレーシアではもっと眠たくってなんか本当に日本が100ぐらいだったら、眠さ100だったらマレーシアでは120ぐらいで、本当になんかもっと寝てしまうんですよ。なんかわかんないけどすごい寝ちゃって、そう、うん、マジですぐ寝た。めっちゃ疲れちゃって、昨日のさやかりん、さやかりんずっと寝てたらしい。かわいい、ありがとうございます。16時間寝てたの。くるくる寝てる、いつ起こしたらいいかな。くるくるもきっと配信するよね。はやかりん起きて忙しそうにしてたかわいい。寝顔見てない、ちょっとねマジでコンタクトしてないから一個も見えんのんですよね。そうだから今めっちゃコメント欄もこんぐらいの距離じゃないと見えん。ありがとう金魚。寝息立ってる。ありがとうございます。いや全然、私がいつも先に寝てる。なんならこっちで日付が変わる前に私の方が先に寝て昨日も今日も本当に
日本では日付変わってるけど、こっちでは日付変わる前ぐらいに寝て、くるくるがいつ寝てるのかあんまり分かってない。ね、そう、私にしてはマジでめっちゃもう本当に早寝。ありがとう。くるくるお子さんか、待って、何、41か。あと5分後ぐらいに起こそうかな。おし、ありがとう。くるくるにはマイキューの夜の気候は見られてないから。どういうことですか？私気候して、でもなんか寝てたらしくて、私が先にで、くるくるがなんか来たら私も一緒にバッて起きたらしくて、でなんか独り言みたいなの言ってまたバタって倒れて寝たらしくて、なんか全然それの記憶が一個もなくて、でなんか昨日でも一回起きましたよねみたいな言われて、何がみたいな、でなんか一回起きて何か言ってまた寝ましたよみたいな言われて、私記憶がないんですよ。なんかそういう記憶が一個もなくて、そう、なんかおきちゃんに「舞ちゃんは無遊病だ」みたいなすごい言われる。ケンさんもありがとう。今日が一番緊張するし、あれだな。本当にやっぱりなんか大勢いたらもう萎縮しちゃって。頑張ります。なんかステージの上じゃ、まあ曲がかかれば全然いけるんですけど、なんかうん、早く日本に帰ってこい。日本に帰ります。帰国します。やっぱ日本に帰ったらあれですね、二郎系ラーメンを食べたいと思います。そして私はマレーシアで二郎系ラーメン広めたいですね。マレーシアにきっと二郎系ラーメンはありません。でもなんかラーメン屋はあったんですけど、二郎系はないですね。出店するの、いや出店はしないですけど、距離は
開花？高くないと思うけど、いや、わかんない、どうだろう、だからなんか30かけて全部計算するんやけどさ、なんか1リンギット30だから33円かわかんない、その辺ぐらいだから、だいたいその数字かける30して計算するんですけど、なんかあんまりめっちゃ高いなと思ったことはないです。今何時だ？ 46？ くる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 、くるくる、くるくる、笑った。おはよう。今ね、7時47分だよ。いい時間でしょ。うなってる。もう無理だ。起きた。配信する。はい。マイケルさんは何時に起きた？何時だろう、7時6時何分か、7時6時ぐらい。すごくない？私の方が先に寝てた。うわ、スマホの充電がない。え、スマホの充電がない？ 50% です。あー、 50% あるある。マレーシア暑いです。マレーシア晴れ。それがマレーシアはなんか雨が結構降ったりもします。ずっと晴れなわけじゃない。暑いけど結構雨も降る。蒸し暑い。けいちゃん海外何回目か、4回目かな、あ、5回目だ。人間にハートありがとう。眠いね。髪の毛もやブサブサ。え、全然わかんない。何ですか？韓国に毎休、旅行先でもぐっすり眠れる人か。私は、まあ、どこでも寝れるんですけど、なんか家族旅行とか行った時に朝10時とかチェックアウトなのに、チェックアウトの時間も起きなくってずっと寝ちゃって、家族で喧嘩になって毎回。
毎回あんたのせいだウケらーってすっごい家族喧嘩が始まって、本当に旅行2日目はだいたい険悪な雰囲気で迎えます。毎回2日目は本当にそう、私がだいたいいつも怒られる、起きなすぎて。でそういう時に限ってだいたいお風呂もキャンセルしてる。だからもう絶望しかない。疲れすぎてバタって寝落ちして、家族は起こしてくれるのになんか聞こえないんですよ最初。もう本当になんか安心して寝すぎて聞こえなくって、でなんか大体もうみんなが起こし疲れたぐらいでやっと意識が戻ってくる、夢の中から。でなんでこの人たちこんなに怒ってるんだろうみたいな、えみたいな、意味わかんない、なんでこんな怒っとる、もう早く準備してチェックアウトの時間だから、めっちゃ怒られて朝から見学。本当に本当にたまったもんじゃないですねどちらも。あーって言った今。かわいい。53分か。え？もう15分経ったの？はい、歯磨き中。あと準備します。もう今日はできません。楽しみます、ライブ。なんか向こう行ったらケータリングとかあるのかな、マレーシアのケータリング。お弁当とかあるのかな、お弁当はさすがにない。ちょっとよくわかんないけど、なんかあるのかな。そんなものはありません。へえ。お弁当文化ない、どうなんだろう、よくわかんない。ホットミールみたいな感じなのかな。じゃあちょっと準備するので配信を終わりたいと思います。なんで今食べないのか、配信してるからだよ。どういうことだ。じゃあ終わります。くまねパパさん、トールさん、はやりんごさん、ふくちゃんまるさん、せいださん、
高博さぬきさん、きなべこさん、まつさん、福太郎さん、うまちゃんさん、考えなしさん、ティーンさん。1位はドロロドロロドロロ、ドロロドロロドロロドン、ゆずきちさんでした。ありがとうございました。まだ口も起きていません。ありがとう。じゃあね、行ってきます。まだね、にゃーい。みんなも今日一日頑張ってね。